はい、どうも、翔太郎と言います。まあ、早速なんですけどね、もう早速言っちゃいたいと思うんですけど、僕ですね、この安ギターっていうんですか、いわゆるこう1万円とか2万円とかで買えるようなこう初心者用のギター、こういうのがですね、もう大好きなんですよ。まあ、もちろんあのメインで使ってるギターはギブソンとか、あとあのカラザーズギターズっていう、ね、ちょっと高いメーカーのベースとか使ってはいるんですけど、まあ、ただこういう安ギターとかに対してなんか悪いイメージとか持ったことが全然なくて、まあ、普通に使えるなと。なんか結局なんていうのが、弾き手次第というか、音作り次第というか、弾き方次第というか、そういうところによるのかなと。だからこう1万円とか2万円のギター使ってても音が悪いなって思ったことがあんまりないんですよね。なんか全部そこそこ音いいじゃんみたいな。まあ、僕基本卓録なんですけど、まあそういうので使うときも、まあ特に音抜けとかも気にならないし、まあミックスとかでね、ほとんどやっちゃうんで。まあだからそんな僕にとってはですね、こう初心者用ギターっていうのは、まあ初心者の人が、まあ初めて使うギターとしても全然おすすめだし、まああと経験者の人とかが、まあ例えば僕とかもそうなんですけど、こうずっと今までこうギブソンのセミアコとかずっとガーって弾いてきて、で、まあただある日ストラトの音とか、まあテレキャスの音とか、まあちょっとシングルコイルの、こういうね、シングルコイルの音が欲しいなーって、なんかどんな音なんだろうなーって勉強したいなーってなった時に、ちょっと急にフェンダーから行くのは高いと、正直。お金がないなっていう時には、この1万円とか2万円で、で、まあ、ストラトの、フェンダーのストラトの代わりとして、こういうストラトを買ってみるんですけど、で、まあ、音質とかも、その、基本的に同じ形状、同じ作り方、同じ組み込み方とか、まあ、伝送系とかピックアップとかもね、同じようにしておけば、まあまあ似たような音は出るんですよ。まあこれはな、ストラトから絶対レスポールの音が出ないっていうのと同じで、まあ形状が同じであれば、そこそこ似たような音は出る。まあそういう意味で、まあ僕みたいな人間がちょっとストラトの音を知りたいなと思った時にこういうのを弾いてみるとか、で、あ、ストラトってこういう感じの音が出るんだね。じゃあもっと本格的なので、じゃあフェンダーも買ってみようかみたいな。まあこう勉強というか、こうクッションとしての一本として、ちょっと取っかかりとして弾いてみる。そんなギターになってるんじゃないかと思って、だから経験者の人にとってもすごい僕は使えるんじゃないかなと思ってます。まあそもそもそれをそんなにね、手の取りやすい価格で発売してくれてる、こう安ギターメーカーさん。まあそう言っていいのかわかんないですけど、まあでも素晴らしいなと僕は思っていて、まあそんな魅力的なですね、こう安ギターとか、アマトやまあ安ベースとかね、まあそういった楽器のですね、魅力をちょっと紹介したいなと思って動画を撮っております。まあ、それでですね、こう、安ギターメーカーっていうのが、まあ、僕がちょっと調べた限りだと、この SSH タイプっていうんですかね。こうシングルシングルハムっていう、ハムバッカーっていう、このピックアップのストラト。まあ、これが最近すごい流行ってて、で、まあ、ちょっとこのタイプのギターって、なんていうのかな。汎用性が高いという、まあ、オールジャンルいけるという、まあ、この一本持っておけばいいんじゃないかみたいな。まあそういうこう初めての一本としてね、こう音的に考えた時にすごくいいギターで。で、このタイプのギターを出してるメーカーが、まあ9社くらいあるんですよ。こう安い価格帯でね、1万円とか2万円とかで。まあ基本的にはこの SSH のストラトの、まあ9社、12本くらいね、僕買ったんですよ。もう買ったんです。もう買ってね、いっぱい弾き比べしたんです。まあそれで、それぞれ、そのやっぱメーカーによって特徴があると。音も違うし、デザインも違うし、なんかメーカーとして大事にしてるとことか、あとパーツとかも結構違って、まあそれぞれ良し悪しがあるので、まあそういったの比較とかをね、していく企画をやっていきたいなと思ってます。そんな中ですね、今日紹介するのは、1本目にふさわしいですね、プレイテック。これはもう知ってる人は知ってるんじゃないでしょうか。まあまずですね、サウンドハウスさんっていう、超大手の通販サイトがあって、で、まあもう全ミュージシャンはこれは知っといた方がいいんじゃないか、もう使った方がいいんじゃないかっていうくらいの。まあとにかく安いんですよ。お店で買うより安いんです。で、まあ1500円以上かな、買うと送料が無料になったり、まあだから電車賃とか考えても、その分安いっていう。まあそんなですね、こう大手通販サイトのサウンドハウスさんが、まあ独自にプロデュースをしているメーカー、これがプレイテックっていうことですね。で、まあ、とにかくね、こう、安さにこだわりがあると思うんですよ、サウンドハウスさん。まあ、そんなサウンドハウスさんのギターだからこそ、値段も日本一安いと。まずですね、この普通のストラトタイプですね、こう、SSS シングルの。この普通のストラトタイプのギターが、今、税込みで8700円くらいかな。まあ、昔はもっとさらに安かったんですけどね、税抜き5900円とか、だから6500円くらいで買えたのかな。まあそんな時期もあって、まあちょっと値段は上がってきてはいるんですけど、まあそれでも今日本で一番安いです。単品で買うならね。
そんで、まあ、この SSH っていうね、ここ、ハムバッカーになっている。このパイプも、多分税込みで9800円くらいになってるんじゃないかなと思います。まあ、だから、どっちにしろ、こう、1万円切って、ギターが買えるっていうのはね、結構すごいことなんですよ、これが。本当に。さらにですね、クオリティ、まあ、クオリティっていうのはどこを指してね、クオリティっていうのかっていう話なんですけど、こう楽器の作りだとかね、なんだかんだっていろいろ話が、説があるんですけど、まあ、シンプルにこう不具合がないかとかね、こうパーツの精度がいいとか悪いとか、あとシンプルに出音ですね。音が、まあ好きか嫌いかなんだけどね、これはね。音が好きか嫌いか。まあ音がね、なんとなくいいか悪いか、まあ個人的な判断ですけどね。でもそういう風に見たときに、さっき9社あるって言ったじゃないですか。9メーカーあるって言ったじゃないですか。じゃあこのプレイテックの音質ですよね。いや、一番安いんだから一番音悪いでしょと。そうでもないんですよ。僕的にはですね、9メーカー中、まあ4位、5位、5位。真ん中くらい。だいたいそれくらい行ってもいいんじゃないかなと。まあだから、そんなに悪くないっていうことですね。なんだろう、正直そこまで大きな欠点が見つからないというか、まあ音的なもので関して。まあ個体差はあると思うんですよ。その一本一本音が違うとか。まあ例えばこの緑と赤も結構音が違います。こっちの緑の方がやっぱちょっと細いかな。で、こっちの方が太いです。でもストラトらしいといえば、多分こっちの方が若干ストラトらしい、シングルコイルっぽい音がする気がします。まあこっちはちょっとパワーがあってオールジャンルに寄せてるのかなっていう感じなんですけど、じゃあちょっと弾いてみますね。まあ、なんとなくわかります。ネックの太さもちょっと違う気がします。で、この赤は最近の方です。12月くらいに買ったやつです。で、この緑のやつ。で、この緑のやつは最近じゃないんです。結構何年か前に、ツイッターのフォロワーさんからいただいたもので。まあ、だから多分ね、4年くらい前のものなのかな、もしかしたら。プレイテックの中でもこうマイナーチェンジしていて、そのバージョンが違うとか、その可能性はあります。ちょっとね、こっちの方がネックが太くて重たい、全体的に。そんな気がしますね。だからもしかしたら今のプレイテックはちょっとこういう太めの音の方なのかもしれないですね。まぁ、ちょっと今軽く弾いたんですけど、これからですね、こうサウンドデモとして、まぁ、ピックアップのタイプというか、まあ、セレクターがこう5種類、5つの音色をストラトは選べるんですよ。まあだからそれをちょっと、まあこのギターちょっと交互でちょっと弾きながら、まあフロントとこうミックスとセンターとってちょっとね、であとクリーンと歪ましたので両方やっていきたいと思います。ちなみに使うエフェクターなんですけど、これですね、ズームの G14。ズームかよって思った人いるかもしれないんですけど、僕的に結構音好きなんですよね、実は。まあなんか生々しいというか太いというか、まあそれでいて結構今回は初心者さん向けに動画を作ってる面っていうのは結構あるので、まあ誰でも手に入りやすい。ね、7000円くらいなんでこれ。まあそんな機材でやった方がいいんじゃないかなと思って。まあこれでちょっと、何や、音悪いやないかいって思ったら、ちょっとすいません。それは僕の腕不足だと思います。G14 はね、結構いい音がしてるなと僕は思ってるので、個人的に。まあもちろんもっといい音が出るエフェクターはいっぱいあるし持ってるんですけど、全然許容範囲だなと個人的には思ってます。使うのはマーシャルの JCM800 のモデル。の、まあ、原因だけ変えて、まあ、クリーンと、まあ、オーバードライブっていうか歪みを、まあ、分けてやっていこうかなと思ってます。まあ、多分、こう、サウンドでも結構長くなるので、タイムスタンプももちろん作っておくので、どん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 自分の見たいところをポン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 と飛ばしてもらって、見ていただければなと思ってます。まあ、基本的にはね、そんな音悪くないねっていう感想になってくれるんじゃないかなと思いながら、この動画を作ってますね。まあなのでね、こう皆さんがちょっとね、いいなって思えるような風にできるように僕も頑張りますんで、よろしくお願いします。
Thank you.
はい、いかがだったでしょうか。プレイテックのねストラトと、SSH のタイプのストラト両方ねちょっと引き比べてみました。まあ、こう僕なりになんですけど、このプレイテックのストラトのまあこうメリットと、あとまあデメリットの部分、プレイテックってメーカーのまあ特徴についてもちょっと解説していきたいと思います。メリットその1、まあとにかく値段が安い。これはねもうさっきも言ってましたけど、とにかくね、まあこの値段でギターが買えるのはこのプレイテックだけだっていうところは覚えておいてほしいですね。まあギターが買うお金がなくてっていう人にだったらもうこれが一番安いし、まあ音もさっき聞いてもらったものくらいは出るんで、どうでした、別に悪くなかったたんじゃないですか。わかんないけど、まあそれは経験者の方で耳のいい人とかね、ギターの音にこだわってる人が聞いたらそれはまあいろいろあるでしょうけど、でもまあ初心者の方とかがじゃあちょっと聞いてみて、そんなにじゃあ音悪いなってなったのかなっていうと、僕的にはそうでもないんじゃないかな、別に悪くないんじゃないかなって思ってもらえるんじゃないかなと思いました。安いは正義。メリット2つ目、高出力で、分厚いサウンド。まあこれはねどっちかというとこのストラトの方の話にもなるんですけど、まあ、基本的に出力高いですね。あのこっちのストラトもね決して出力は低くないです。あの比べちゃうとこっちの方が出力低く聞こえるんですけど、あの基本的にプレイテックってオールジャンルに強いようなイメージがあって、まあ高出力で強めの音を出しておくことで、まあ現代的なサウンドにも対応できるようにしてるんじゃないかなと思いました。まあストラトっぽい音もねあのちゃんと出ますしね。まああの本当のフェンダーのストラトの音を知ってる方だったら、いやいやこれはストラトっぽいけど本物のストラトじゃないよって言うと思うんですよ。わかります、本物のストラトの音ではないんだけど、でもストラトっぽさを出してるっていう意味では合格だと思いません？これ、悪くないと思いませんか？メリットその3、初期不良の個体は、サウンドハウスで交換してもらいます。まあ、このギターの話なんですけど、これ去年の12月に買ってですね、で最初に買って届いた1本目がペグが異常に硬かったんですよ。まあ、とにかくあの僕だったら、まあ、男なんでこうグーって思いっきりねやれば回るっちゃ回るんだけど、でワンチャンこれ女の人手回せないんじゃないかなと、まあ、それくらい硬かったのと、まあ、あとちょっと明らかにやばいデッドポイントっていう音詰まりがあって音が出ないなみたいな、そういうポイントもあったんで、ちょっとこれって初期不良じゃないですかどうですかっていうのをサウンドハウスさんにまあ問い合わせをしたところ、わかりましたと、じゃあとりあえず送ってくださいと、こっちで様子を見ますと、まあ、っていうので、まあ買ったギターのねその段ボールにもう一回入れて、まあ、着払いで送り返して、でその結果、あそうですねこれは初期不良だったんで、全く新しい個体をね色は同じだけど送りますということで送ってもらいました。で、まあ、2本目に届いたやつもちょっとペグ硬いかなとかまあちょっとここ音詰まってないですかっていうのはあったんですけど、で、まあ、もう一回問い合わせて送らせてもらって、まあ、そしたら、まあ、この本体については、まあ、不良ではないですと、まあ、ただナットに関しては、まあ、これ正常範囲だと思うんだけど交換はしときますねということで、まあ、この2本目の本体にまあペグだけ交換してもらって、で帰ってきたという感じになりまして、まあそんな感じで、まあ明らかに不良品だなとかそういうのはね、あのサウンドハウスさんが対応してくれるのでちゃんと、まあだから新品で買って、うわー全然ダメじゃないかっつって、なんかそのまま低評価でコメント書いちゃったりとかレビュー書いちゃったりとかっていうする前に、まあまずは交換とか、まあ申し出て見ると、まあ、意外とね普通に対応してくれるので、まあ、そこはすごいしっかりしてるなと思いました。メリットその4、アフターケアも結構やってくれます。ですね、これまあだから僕が12月に買って初期不良で交換してもらって、でまあ引き続けて2ヶ月くらい経ったね2月くらいなんですけど、まあフレットのバリが出てきたんですよね。まあ、フレットのバリっていうのはこのネックの木が弾いてるうちにどんどんこう乾燥して収縮していくんですよ、縮んでいくんですよ。そうしたらこのフレットの部分があの飛び出てくるんですね。この木の部分が縮むことで鉄の部分が飛び出してきて、弾いてる時にこうチクチクザラザラして痛いぞと。まあこれはねちょっと安ギターあるあるなんですよ。これになんない個体はないと思います、安ギターで。あの高いギターだったらこういうことはまずないくらい乾燥させてるんですけど、まあ結構乾燥しきってない状態で出されることが多いので、まあそういう不具合があるのはしょうがないのかなと。まあなんですけど、これもサウンドハウスさんに問い合わせたら、分かりましたじゃあまた送ってくださいと、もうね3回目だけど送りましたこれを。でもそしたら無償であのこのバリ取り、このバリをね、こう綺麗に削ってくれて、もうツルツルした状態で、で送り返してくれて、まあ修理費もかかりませんと。これがね何回やってくれるかは分かんないんですけど、まあアフターケアとして普通にそういう修理とかリペアっていうのをまあただでやってくれたっていうのがね僕は経験としてあるので、あこれはすごいいいなと思いました。あの他のメーカーさんって
通販で買うようなところとか特に交換はしてくれるんだけど、修理はしてくれないんですよ。だから初期不良に対して対応はみんなしてくれるんだけど、まあ、ただその後引いてて、修理ってものはなかなかねやってくれるとこ見たことがないんですよね。まあ楽器屋さんとかで買ったらね別かもしれない。ただお金は取られる可能性もあるし、まあ、サウンドハウスさんはまあそこ新品でこれ買ってんで経験上1回はタダでリペアやってくれたっていうね、まあ、そういうのもあるので初心者の人にこれは結構ありがたいサービスじゃないかなと思います。さすがにねバリ取りはね初心者の人にやれっつうのは無理だと思うんですよ。経験者とかでもネックとかいじったことないとか自分でいじれないって人も多いじゃないですか。まあだからこのアフターケアをしっかりやってくれるっていうのは僕の中ですごい評価が高くて、だからプレイテックよりおすすめなポイントとしてこれがでかいです。メリット5、ナットはねそこそこいいと。まあ僕プレイテックのギターはですね、トータル7、8本くらい買ってんのかな今まで。ストラトタイプだけじゃなくてレスポールタイプとかテレキャスタイプとか、まあベースも買ってるんですけど、ナットに関してはねそんなに問題が起きたことはないです。まあ、ナットに問題が起きる場合って例えば1弦とかをこう弾いてると外れちゃうんですよね。ピーンって外れてこっち側にピーンってこっち側に行っちゃったりとか、まあ、あとはすごいなんだろうこう止めた時にここら辺からピーンって異音がするとかね、すごいノイズが出るとか、まあそういったのが結構ナットが弱いやつってあるんですけど、プレイテックはねそういうのもないですね。まあ、ピッチもそんなに狂いにくいと思うし、まあちゃんとチューニングすればの話なんですけど、だからナット周りで特に問題を感じる個体は少なかったかなっていうのが個人的な感想でした。はい、じゃあ、デメリットいきましょう。デメリットそれはあります。全部ね褒めるわけにはいかないです。それは悪いとか悪いと言わないとね。まあ逆にここだけ直してくれればなっていう感じではあるんですけど、まあその思いが届けばいいなと思ってます勝手に。デメリットその1、フレット周りはちょっと弱いかもしれない。まあこれどういうことかっていうと、まあ単純にデッドポイントとかが多いですね。こういう感じでちょっと音が詰まってる場所とかが多い個体が多い気がします。なかなかねデッドポイントのない個体を引き当てるのはプレイテックだとちょっと難しいなって個人的な意見なんですけど、まあ、もちろんないものもあるんですよ。ないというか気にならないレベルのもの、まあ、ただハズレを引いた時全く音出ないとかそういうことあるんで、フレットはね僕これ一番しんどいんですよね。フレットが弱いと、まあ、なので音的には全然嫌いじゃなくても レコーディングとかでそんなに使えないとか、まあそれはちょっとこのデッドポイントが多いっていうのもちょっと関係してるんですよね。デメリットその2、ペグが固め。まあこれね結構どの個体でも多かったですね。特にストラトは、まあ、ペグがね硬いっていうね、まあ最初にねこの交換した理由の一つでもあるんですけど、まあこれ交換してもらっても2回交換してもらってるんですけど、まあそれでもスムーズではないんですよ。まあ、例えばここにヤマハのパシフィカあるんですけど、見えるかな。でこいつはねめちゃめちゃいいです。ペグはとにかくペグの回り方とかもうスムーズな感じとかぬるぬるって動く感じとか、これペグはめちゃめちゃ、ヤマハのパシフィカは最高なんです。やっぱそれに比べるとねこうペグってのはねちょっとプレイテック弱いなって印象でした。まあ、そもそもこの値段でギターが作れることが相当すごいんですけど、まあ、こういうのってパーツをそのメーカーごとに発注してる業者さんがあると思うんですよ。ペグだけを発注してる場所とか。まあ、わかんないんですけどね。で、まあそのメーカーさんによって、その精度がいい場所とか悪い場所。だから、ナットのメーカーは別に悪くないと。でもピックアップのメーカーもそんなに悪くないと。ただペグのメーカーが弱いと。まあ、だからそのペグを作ってるメーカーさんに、まあ、もうちょっと改善してもらうとか。まあ、何かしらね、こう対策立ててもらったのが僕的にはちょっと嬉しいなっていう個人的な感じでした。デメリット、その3、まあ、フレットのバリが出てくる。まあ、さっきも言ったんですけどね、さっきも言った部分ではあるんですけど、まあ、どうしてもね、この安ギター全般の話で、ここのネックの木材自体をちゃんと乾かしきってないので、ちゃんと乾燥できてないので新品で届いた後に収縮するんですよ、この木材の部分がね。そうするとどうしてもフレットのバリって出てきちゃうんですよね。これが結構ね多分初心者ギタリストにとって致命的なんじゃないかなと。あとはもう物によっては最初からちょっとバリが出てるなっていう答えもあります。まあ、そうなったらもうちょっと即交換ですね僕からしたら。フレットのバリっていうのはね最終的に弾いててかなりストレスになるんで、座って弾いてる分にはいいんだけど立って弾くと急にね痛いとかねそういうこともあるんで、まあ結構フレットのバリも気になるなっていう。だフレット周りはちょっと弱いのかなやっぱり、そういうな印象でした。はい、いかがでしたでしょうか。まあプレイテックの紹介をね今回させていただいたんですけども、
まあでもね、なんだかんだ言いましたけど、総評としてはね、初めての一本としてはね、もう十分使えるギターだなと僕は感じました。まあそれは、アフターケアとか初期不良対応込みなんですよ。でもね、それは。まあ安ギターの世界っていうのは、変な話。マイナスをいかにゼロに近づけるかっていう世界なのかなとも僕は思ってて、最初からね、高級ギター並みにね、よくメンテされた状態であるっていうことはまあまあまずないんだろうなと。まあ結構そのマイナスポイントが多い状態で届くことが多いので、まあ、だからそういう意味で初心者向けギター、安ギターは中級者向けだとか経験者向けだってよく言われる方いるんですけど、それはそういう意味なんじゃないかなと思います。まあだからそのマイナスの部分をいかにゼロに近づけるかっていうことを、まあそのサウンドハウスさんの初期不良の対応とかアフターサービスでバリ取ってもらったりとかリペアをしてもらうっていうので、なるべくゼロに近づけていくことができるとまあそういう見方をした時に僕はかなりポイントが高いんじゃないかなと思いました。まあだったら最初からねゼロどころかね 1,2,3,4,10 くらいのギター買えよっていう話にもなるかもしれないんですけど、まあそれはもうその買う人がどういうものが欲しいか、見た目とかで僕いいと思うんですよね。だからこのストラトっぽいのが欲しくて、でもお金ないから1万円くらい欲しいなと思った時にこういうの買うのは全然ありだと思います。ただ10万円あって10万円のギター買いたいのにこれを買えっていうことではないですね。結局ギターは好きなもの買えばいいと本当に思うんですけど、まあそういう時にこれが選択肢に入っていっても僕は悪くないんじゃないかなと。またはさっき言ったポイントを注意してもらえれば全然使えますよっていうことが伝わればいいなと思いました。まあそんな感じでですね、まああと8メーカーくらいあるんで、まあそれをどんどん紹介していければなと思います。まあ結構今回の動画見てもらったらわかると思うんですけど、結構違いがあるんですよ。まあだからそんな違いも楽しんでいただければなと思うし、あ、安ギターって意外と悪くねえじゃんっていうふうにみんなに思ってもらえれば、まあ僕としては幸いです。まあそんな感じで、じゃあ次回もよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ではまたバイバイ。まあアフタートークというかね、まあ裏話ってほどでもないんですけど、まあ僕じゃあなんでそんなプレイテック好きなのみたいな話で、実は昔もプレイテックよく使ってて、その時はこのギターじゃなくてもうね壊れちゃったギターなんですけど、まあそれをですね、そのプレイテックをこうワンハムに改造してたんですよ。まあだからこことここがなくてここだけ出力してて、でまああとボリュームとトーンだけみたいな感じでちょっとパンクロックな仕様にしてて、まあそれでまあサポートのバンドさんでちょっと弾いてたりとかしたんですよね。まあそれである日ライブやってる時、ギターの弦が切れちゃったんですよ。僕がプレイテックでガーって弾いてる時に。一弦かどっか切れちゃって、あ、使えねえと思って。で、そうしたら対バンの人がなんか優しくて、すごい優しくて、ギブソンのレスポールカスタムを貸してくれたんですよ。マジかと。ギブソンのレスポールカスタム弾けちゃうのみたいなね、個人的には。結構テンション上がってたんですけど。まあ、ただ、その対バンの人が、まあ、まだ僕より年下で結構若い人だったんで、そのあんまりメンテナンスもしなかったんですよ。結構ネックもね、ここら辺もブエーンって反ってて、で、まあ、弦も全然変えてなくて、でまあ、かたや僕は一応そこは気使ってたんで、まあ、エリクサー使ってたりとか、まあ、ネックも基本的に自分ではある程度見るようにしてたんで、まあ、そこまで大丈夫だったんですけど、それで弾いて、わーってやった時に、まあ、結構なんかギブソンのレスポールカスタムだけど、ちょっとこもった音がするなというか、まあ、正直そのギブソンのレスポールカスタムがそんなにコンディションは良くなかったんで、ライブが終わった後に PA さんに、ああ、プレイテックってすごいっすねって言われたっていう経験があるんですよ。まあまあまあ、だから結局のとこ本体よりも、ちゃんとメンテナンスをしてるかとか、ギターの弦張り替えてるかとか、そういったことの方が意外と大事だなっていう。まあ、だから、プレイテックがギブソンに勝つとかそういう話では全くなくて、ある程度自分で愛情をかけてメンテナンスをしてあげれば、どんなギターでも別にもう悪い音って出ないんじゃないのっていうのが僕はそこで得た知見だったんですよね。まあだからよくなんかメーカー名だけでバカにする人いるじゃないですか。ねえ。ちょっと僕ああいうのわかんないですね。ああいう気持ちが、むしろ安いギターだったらいいとこを見つけようと思っちゃうタイプなんで。だから例えばエピフォンとか弾いてたり、スクワイヤーとか弾いてる人も何も思わないし、むしろそれでいい音出せてたらめちゃめちゃかっこよくないかっていう。そういうところがまあ僕的にはあって、まあ、ちょっと中二病なのかもしれないけど、まあ、だから僕としてはプレイテックで一番安いギターで一番かっこいい音出せたら一番かっこいいんじゃないかなっていうのが、まあ、個人的なちょっと目標というか命題というか、まあ、もちろんギブソンのね、セミアコが僕はメインで使ってて、それが一番好きなんで、
まあ、その音が最高だなとは思ってるんですけど、まあ、それとは別にこのプレイテックとか安ギターでいかにかっこいい音を出すかっていうのをちょっと考えてみたり研究してみるのも面白いかなと思ってやってます。まあでもこう僕が安ギター好きになったエピソードっていうのはそういうことがあって、まああとはねこう弱いものの味方でいたいですね、何かしらね違うか、そういう話じゃないね。だからこう安ギターってちょっと虐げられがちなんで、まだそんなことないよってね、こういろんな人がもうやってますけどね、まあ僕もちょっと僕なりにそういう発信ができたらなと思ってちょっとこういう企画を考えました。まあ少しでもいいと思ってもらえたら、まあぜひチャンネル登録とかコメントとか高評価とか、まあいろいろやってくれてもいいし、うん、やってくれよっていう感じでまた次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。